ですね、2枚目の紙なんですけども、こちらはですね、具体的な方法をちょっとね、お伝えしていきたいか、お伝えしていきたいと思います。まあ、波動の良い、免疫力の高め方ということですね。波動の良い免疫力の高め方。まあ、1番目にあるのは、感謝の言葉を言う。感謝の言葉を言う。で、これ人間の体というのはですね、人間の体というのは、まあ、このぐらいまでですかね、7割。この 70% が水と言われてるんですね。水です。ね、でだんだんこう、お年を召してくると脱水現象といってね、この水が少なくなってきます。なくなるときに 50% とかね、そんな感じで言われてます。で、赤ちゃんのときだったらもっと80、90、90、え、90% ですか、もっと多いですね。そんな感じなんですね。ほとんどは水なんですね。水で、この水というのは、実はですね、ちょっとお見せすればよかったんですけども、水は答えを知っているという本があるんですけども、まあ、江本勝先生という、ね、方が、実験してます。この水を結晶にしていくと、まあ、いろんな、同じ水なんですけども、いろんな結晶ができます。で、ここにあるようにね、まあ、感謝という、まあ、感謝、ありがとうとかね、きれいな言葉を、その水に問いかけたりして結晶にすると、見事にきれいな結晶ができます。で、逆にバカ野郎とかね、悪口とかね、なんかそういった汚い罵声の言葉を言うと、見事に汚い結晶ができます。見にくいかもしれませんけども、まあ、こちらね、ありがとうという言葉を水に見せて結晶を作ると、まあ、こんな感じ、きれいな結晶ができると。で、一方同じ水を結晶にするんですけども、こちらバカ野郎という言葉をね、見せた、結晶、そうすると結構汚いですよね。こういう違いが出るんです。で、この先生はいろんな言葉で実験されてるんですけども、こちらがね、よくできたねっていう結晶だと、こう、よくできたね、言われたら嬉しいですよね。じゃ、一方こっちはダメだよって言われたら結構乱れてくるんですよね、うん、だから皆さんの体7割が水ですから、同じことが起きてます。よくできたねって言われたら、なんか体の中の水きれいかなって、ね、ダメだよって言われたらなんか嫌な気持ちするし、体の中の水もなんかちょっとおかしいのかなっていう、もうそういうことなんですね。で、そういったことを踏まえて、今日は免疫力の話なんであれなんですけども、感謝の言葉を言う。感謝の言葉を、うん、で、朝起きたら、すぐね、ありがとうとかね、感謝、感謝、ありがとう、この場合なんて言いますかね、朝起きたらですね、まあ、本当今日、一日ね、楽しく過ごせますようにとかね、幸せに過ごせますようにとかね、まあ、ありがとうというね、気持ちを込めて、感謝の言葉を言うようにしています。眠たいですけどね、もう朝得意な方じゃないんですけども、すごく眠たいんですけども、まあ、大勢そう思う。まあ、心の中で思ってもいいし、言葉に出してもいいし。ありがとうという言葉を言う。で、また夜帰ってね、寝るときに、まあ、今日も一日ね、無事に過ごせてありがとうとかね、感謝の気持ちを言う。で、これは人に対して言うのもそうなんですけども、自分自身に対して言うというね、ありがとうという言葉をね、そうすると先ほどの水じゃないですけども、自分の体の中ではありがとうというね、きれいな水に変わってるわけですよ。そしたらなんか、ちょっと健康に近づけてるかなという気がしませんか、うん、そういうことなんですね。まず一つ目は、そのありがとう、感謝の言葉を言うとね。ちなみにね、愛と感謝という言葉が一番きれいな結晶を作ると言われてるんですね。その結晶が、どこにあるかというと、まあ、僕も一番好きな言葉なんですけども、愛と感謝という、ね、言葉を水に見せて、結晶にすると、まあ、このようなね、きれいな結晶ができる。愛情を持ってやっぱありがとうですね、はい、じゃあ2番目です。2番目は朝の散歩をする、まあ、太陽の光というのは免疫力を実は上げてくれます。ここでね、質問なんですけどね、免疫力というのは例えば病院で出されるような薬で上がると思う人おられますか？免疫力というものが薬でね、上がると思う人。じゃあね、免疫力は薬では上がらないと思う人、はい、分かんないですね実はね、免疫力を上げる薬っていうのはないんですよ。薬
薬では免疫力が上がらないんです。薬っていうのはいろんな症状、さまざまな症状を、なんですか、抑えてくれたり、先ほどみたいなばい菌を殺したりすることはできるんですけども、免疫力自体を上げるっていう薬はないんですよね、うん、ですから今回ね、ここに5つの項目を挙げさせてもらったんですけども、免疫力を上げるには皆様がそれぞれ何かをしなければ免疫力が上がらないということなんですね。で、ここで2番目、朝の散歩をするということなんですけども、太陽の光はね、実は免疫力をアップさせてくれます。太陽の光は、うん、で太陽にはね、まあ、今日本当昨日今日とね、天気太陽が出てくれて良かったですねと思うんですけども、まあ、特に朝日はね、眠っていた体を目覚めさせね、免疫機能を起動してくれます。免疫機能を、うん、でこれは実は心を安定させる、脳内物質セロトニンというね、物質が活発になるというね、ことが言われてますけども、まあ、太陽っていうのは見ただけで分かりますよね。なんかエネルギー、パワーがあるなというね、うん、そういうことなんです。ですから1番に戻りますけども、太陽に向かってありがとうってね、これは僕毎朝言ってます、うん、欠かさず太陽に向かってありがとうってね、まあ、太陽は上にあるんでね、まあ、太陽ありがとうという感じでね、これは毎朝の僕の日課になってます。太陽にありがとうね。で、そう、散歩、散歩はだから運動ですよね。運動しなさいということを書いてあるんですけども、まあ、朝の散歩 ね、朝から散歩したらやっぱ気持ちいいじゃないですかね、うん、で最近僕はね、ちょっとね、やり始めていることはですね、まあ、まだ三日坊主なんですけども、ノルディックウォーキングってご存知ですかね。スキーのストックみたいなやつをね、こう持ってこうやって歩くんです、うん、ちらほらね、見られる人は見られるんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、なんか段取りが悪いですねこういうね、ストックみたいな、スキーのストックみたいなのがあるんですね。これね、僕はネットで買ったんですけども、登山屋さんとかね、行くと売ってるみたいですね。で、これまあ手首にかけて、こういう感じで歩いてくるんですね。強い強い。で、これをするとね、なぜいいか。なぜいいか。一つはね、上半身を使うんで、代謝というものが 20% アップします。20%。で、もう一つは、これね、結構大きい歩幅で歩けるんですよ。で、大きい歩幅で歩けるもんですから、膝や股関節に優しいんです。すごく普通のウォーキングだとね、結構ね、痛くなってきたわって人結構いるんですよ。でもこれすると意外とね、いけます。この間ね、僕の知り合いの股関節すごく痛めてた人がね、ちょっとウォーキングした、ノルディックウォーキングやったんですけども、見事ね、30分ぐらいできましたからね。で、やった後も痛かったですかって言って、痛くなかったって言ったんで、結構ね、股関節悪い人、膝悪い人にはおすすめのウォーキング、ノルディックウォーキング、これおすすめです。ただまたちらほらしかいないんでね、明るい時だとちょっと恥ずかしいかもしれないですけどね、うん、だけどまあ結構いいです。公園とかでね、やったらいいんじゃないかなと思うんですけどね。はい、ウォーキングです。朝の散歩をする